3年は1人3年ですか。指は4、レイジトンボですね。トンボで2番を鳴らしています。瞬時に高さを低いとこへ入れて、どっちと何だよ。いやもう全然いいと思いますよ。多分もう糸引っ張ったらぴったし1センチ下がりぐらいになってるんじゃないですか。あ、ね、ちょっとジャンプの音がうるさいんですけど、すいません。おー、この仕事かれこれ3年は1つ3年ですか。指は4ですか。4ですけどね。顔は笑ってるんですけど。これは何の木ですか。これは英語の木。英語の木。はい。なんで英語っていうか知ってます。わからないです。教えてもらって。みんな気になると思う。なんで英語って。教えてもらっていいですか。僕も知らない。知らないかい。イナバウア、イナバウアな、なり。イバ、イナバウアなりね。イバマ、イバ、イナバウア。大きいみたい。もう腰曲がったか、それぐらい。ひねってしまったんです。これ今から芝を張ると全然変わってくる。今から芝をまずまって、はい、きれいに張っていくと。なるほど、はい、今日は仕上げて。了解です。急いで。おお、そうですね。足もですね。足もう動かない。動かない。邪魔やないか。じゃあ頑張ってください。はい、すいません。はい、芝張り。叩くに叩く理由は何ですか。叩く理由はたまにこういうのが引っかかる。芝を叩く理由ですか。はい、芝を叩く理由は土と土が密着するようにして、ね、空気が入らなくして根が張るようにするためです。大丈夫ですか。僕あとそれと一応叩きながらその土、はい、その芝が絶対土ついてあるとかついてないとかあるんですよ。あるんですか。でこう叩いた時に、はい、まあ鳴らしながら叩いてちょっと少ないとこ土入れてあるんですよ。ああ、入れるんですね、うん、すごいですね。っていうとこまで一応考えてますけどね。1分なんで切ります。はい。芝も生き物と一緒なんですよ。あ、生き物と一緒なんですか。置いてだけたらダメなんですよ。ああ、そうなんですか。一応はい、ダメだ。人間で言うとそこはどの部分なんですか。足の付け根です。足の付け根。やっぱ足でしっかり地盤で踏ん張らないと人間も立てないですか。あれですよね。最近ちょっとグルコサミンが足りないって言って。グル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 コサミン。滑ったみたいになったじゃないですか。どういうことですか。今の動画の物語が映ったから悪いんだ。あ、切ったら NK。気になるとこ映っちゃうから。芝生を張るときのポイントは、水がたまらないように勾配を取ります。雨が降ったとき水がたまると、へこんでいるところに水がたまるとそこが枯れていきます。土を柔らかくほぐし、その上に芝を叩きながら張っていきます。